庫県姫路市。ここに在来種など昔ながらの種を大切にする種屋として農家に大評判な種苗店米田種苗があります。いやもういえいえ、もうこのナスビはもう大繁盛で、黒田さんこれ何遍持ってたか分からへんねん。そう、今年はよう出とんやいで。いや、まあからこれちょっとひょろひょろやけど、ちょっと前持ってきたんちゃろ。もうこれこんなやったんや。そういったら1週間したらこんなに大きい。去年のこんなやったやろ。いや、そうやから1週間したらこんなに大きいのに、やっぱ温度やなって言うたんや。これやったら立派なもんや。もう絶対温度がな足らんかったから。これまだな、取材するけど、はっちゃんじゃん、黒田八郎さんにじゃん、はっちゃんナスビって名前ついて、はっちゃんのこれうまいや。お前ちょっとこれ持って帰れ。これ、これを植えてみ。作られたらいい。うんうん、あの葉っぱも柔らかいし。今日あんたの忘れてた今つぼを持って。うどとあれと。ああ、うど。よだれが出てる。ほんまな、もうめったにこの頃見かかる。山本やで。あの香りがきついやん。そう。うち旦那がやっぱり次やったから。はいはい。とっちゃらが今できおります。ちょっとこんな。私とこも丸いか、丸いな丸いやったら前はそうやったら、うん、でちょっと三角になるのもあるよ。いや、それはもう種取るとき省いていって。あ、いやでも丸い、それ山本さんにもらったっちゃったから。あ、間違いないな。うん、美味しいです。食べたやろお前。食べた、うん、この種屋さんが保存会の不安。いや、不安っていうよりは俺がな、種は買わんで言うのにやな。種屋の敵やのにな。全部協力してくれる。いや、協力って言うやけど、なんかなお客さんが持ってきてるな。ここなんかでもこんなことするやろ。ナスビの種売れるんやろやんか。それでも暮らして、あの、はっちゃんが作って苗まで持ってて、でまだ持ってくるやつも抜け持ってくるんや、暮らして。なるほど。いや、でもみんな美味しいもん食べてるね。そう。嬉しくない人おらへんからね。ほいたら、いや、あんたとこ縁売っとってやけど、うちこんなん作んどったまあ味見てとか言って、米屋さん食ってみーとか言ってくれてんよね。もうここで種屋さんされて何年ぐらいになるんですか。でも30年になりますね。40歳から私したからね。もう私73歳ですか。バラ店とかね、さつき店とかデパートがよう当時そういうブームになってね、はいはいはい、で夫がデパート勤めてたんから、で夫もそのセメントの中で育ったもんやから、それが好きで、でも古い家は後ろが庭やったんで、そこにもうバラを私は好きで200、夫はさつき鉢を500とかで、たびたびそういう展示会があってね。で2人今趣味がそんなになったから、でまあ田舎に住むことになったから、ここでそういうお店はどうかなと思ったんですけど、そういう人は全然来ないです。てか大根あるかとか、当時やったらほうれん草1号とかね、大根5尺入れてくれとか、いやお花の種しか置いてないで、あと看板あげて種屋やろとかなってきてね、そういうか分からへんから、もう恥ずかしいし、でやめたら笑われるしね、まあ、一応そのちょっとこうラベルあげたりして、そっか、もうこの近辺はもう全部ここ農村地帯でしたかね、もうそのお客さんの農家さんにも育ててもらったっていう、まあ、そういう感じですね。今はもう親世代が亡くなられて、息子さんとかね、子供さん世代になりましたけどね。じゃあもう全く、あ、もうそんなもうめくら蛇におじでしたね。それでも困って、私もそうやったらもう無責任やからね。でまあ幸いちょっと土地があったもんやから、そこにもこれぐらいもう全部仕入れた種をラベル書いて、何日で芽が出てとかね、どんな顔してるかもわからないから書きましたね。で塩うちにそのこういう間引き菜とかもう美味しいじゃないですか。で今度はもう夫が逆にそれにハマってね、でまあ耕すのがもう僕がしてあるから、種まいて塩うちに娘が結婚しね、子供ができたら孫にやっぱり安心したものを食べさせてやりたい。でそういうんでもう来たったお客さんが、くずの野菜もったいないとかね、またこれどないして食べたら美味しいやろうとか、もう種よりそっちがなんか主流みたいなね。まあ、近辺のお客さんだけですけど、まあ変わらずね、ホームセンターさんいっぱい囲まれてますけど、なんか楽しくやらせてもらってるっていう感じですけど、
もういっぱいあの業者さんもねありますけどね、まあそれぞれ皆さんやり方があってやろうからね、もう成り行き任せみたいな形が今日までですけどね。今種を買う言うたらな、はい、9割方な F1 ですわ、ね、F1 であるより物言わんと変わらない。いやそれはスーパーさんやねん、この人も言わんと、はい、この人はまあ素人からやったけど、勉強用紙とってこのお客さんがいろいろ尋ねられたりするやん。そんなんもうホームセンターがほとんどやな、うん、入れるだけは袋にな、うん、だから昔はあの、うん、種のな種焼いたブースの紙屋さん、ありがとう、食べ方、初動の仕方、うん、そんなんを全部話しよったら、だからそういう意味ではもう姫路でももう、まあ、あれへん、はい、やむりやむり、貴重な種やん。あとから行くわ。なんで帰ったのうん、あの壊れたから5本のやつも、勉強するやつもあるか。5本あれ3つの。でもその本当素人だから、スタートしてっていうのは、あれですね、すごいですね。いやでもね、まあ、あの山田さんって夫がすごいお酒飲みで、まあ、あの美味しいも好きでしたから、やっぱり作って食べた美味しさを味わってもう飲み込んだというところもありますね。もうこういうつまみなとかね、やっぱり美味しいですやんか。でキュウリでもちょっと若いのとかね、お梨もこんなん取ってきてちょっと塩でもんでお酒のあてとかね、またそういう人ばっかりまで寄って、まあ類を持ってっていうですか。そしたらその人のお連れがまたあのお客さん連れてきてくださるっていうかね。だからここでも鹿間から向こうは加古川まで高砂あたりからね、だからこの辺の企業に勤められた方が定年になってなお本式に自分でやるって言ったら、自分のお連れを連れてまたこう来てくださるっていうか、あ、はあはあ、それでまあよそさんにないものを、美味しいものをとか、まあ山根さんの影響でまあ本当のものをとかね、あのそれは心がけて諦うようにはしてるんですけどね。もうホームセンターさんはまあデパートさんですからね、うちらはもう手のひらほどのこういうな、だからここへ来たらこの苗があるとかおっしゃっていただけるのを、まあ作ってくださるあのちょっと農家さんがね見つかって、それ火災から今持ってきてもらってるんですけどね、あの希望するものをこの苗もこれみんな作って持ってきてくださるんでね、あのふわっとした培養土にポンと巻いてるのと2回移植して根を張らして苗に作ったものとかね、スタート活着した時に違うんですよね。で暖かいあのハウスで育てるのはポーンと今年みたいに寒いとこ植えてもすぐ弱っちゃうんですね。だ割とあのこういう苗はあの1回植え替えてしているので、まあ耐えますわな、うん、そういう意味であの苗では結構まあ信用いただいてるんですけどね、まあ、よくその作ってくださる方がありますんでね。これが小さくてももう枝が出てて木になってるでしょ、うん、で、あのふわーっとしたこうした時にね、はい、根の元気さがね、これ1キロ、はい、1キロです。今年もじゃあ安い、900円。いやいや、900円ですよ。そうか、本当に家はちょうどいいような形で、このぐらいだったら1個でいい。どんなの、いや、今年はいい種来ました。今年だったらどんなの、この半分だ、半分丸分。いや、だからこれ大きく植えたらこう芯がこうになります。でもそんなんやと思ったら畝幅これぐらいじゃないとなんです。これどこもやねんけど、で、あの普通でそんなに大きく入らへんいうのやったらもう細かく見えないと、これが一株やからね。それでまあ植え方変えたから、両方とも見えるよね。あ、出ます出ます、うん、でもそれだけ育てると思ったらもうこれだけの場所を要求しますやんか、うん、これで8株ほどこんなもんやで、ね、あ、できますわな、はい、でもええわ、今年は種よかったってみんな言ってる、うん、小さい虫もある。あ、そうそう、白いね、うん、あれはどんな、あれは白い、そやからね、ダイジストンがね、こう蓋開けるとずるぐらいダイジストンが入ってるよ。ああ、これも、いや、今年は入ってなかった、その業者さんによってね、うん、あの薬やってますので、でないとあれを中の果肉を食い尽くしてもたら目出えへんし、それが今度土で大きなあれじゃないですか、うん、だから生姜育てるどこか行かれてまうでしょ、うんうん、
だからあの時々ですけど全部が出ないかその年によってね、もうあの青いだその蓋ナイロンの袋でこう入って段ボールですよ、うん、もう開けたらムーッとするぐらいね薬品の匂いする時もあります。それは虫がようさんおる思ったらやっぱりバーッと巻いて送ってきてんやろ思うんやけどね、うんうん、あったか、うん、来ない、うん、もう大玉だけです、うん、そこにあるだけ。え、誰もあったやろ、うん、これだろうな。あのその遅いやつはね、今のはもうシートしとかなあかんから、ね、で木の光を作る人が田んぼに作っとんやんか、あのジャガイモを、うん、んな入らへんの。種を取る習慣が途切れてしまったように種の買う時の会話も途切れてしまいました。種を取るようになれば会話も戻ってくる、こんな些細な行為の積み重ねが大切だと山根さんは言います。